アストリー・クーパーアストリー・クーパーは、イギリスの外科医、解剖学者、病理学者である。自備科、血管外科、乳腺疾患、抗がん疾患の病理学、ヘルニアの手術などで功績を挙げた。王立協会のコプリメダルを受賞した。ノーフォークのブルック郡のブルックホールに、聖職者の息子に生まれた。母親のマリア・クーパーはいくつかの小説の著者である。16歳から、 ロンドンの成城寺病院の外科医、ヘンリー・クラインのもとで医術を学び、ジョン・ハンターの解剖講座にも参加した。1789年に成城寺病院の解剖学助手に任じられ、1791年にはクラインと共に解剖学と外科学を講義した。1801年に王立協会に鼓膜の障害に関する論文を発表し、コプリメダルを受賞し、 王立教会のフェローに選ばれた1805年にロンドン医学、外科学会の設立に尽力した。1804年と1807年にヘルニアに関する著作を出版し、評判になり多くの年収を得る医師となった。1813年に、王立外科協会の比較解剖学の教授に任じられた。1817年に、 動脈瘤の治療のために大動脈を結ぶという有名な手術を行った。1820年に国王、ジョージ4世の分瘤手,手術に成功し6ヶ月後に順断釈の釈意を得た。その後、ウィリアム4世、ビクトリア女王に上級医官として仕えた。1827年と1836年に王立外科協会の会長を務めた。 1830年には王立協会の副会長も務めた。クーパー人体などにクーパーの名前が残されている。ありがとうございます。